はい、日本を美術で元気にする中華堂の田中でございます。ですね、金沢に来ています。今日は、金沢に移転した国立近代美術館の工芸館の、プレビュー、明日から変なことが、今日はプレビューの日なので、それに合わせてありました。台北ではうち出展しててですね、えなつくんとか、まあ、作家さんとか通訳さん今頑張ってますけども、私も金沢で活動させていただいてます。それから今日ね、ギャラリー小暮さんとレントゲンの池内さんともう一社さんで、共同して開く金沢水銀窟っていうちょっと変わった名前の、工芸を中心としたギャラリーのオープニングもありまして、そちらにも参加したいと思います。はい、ということでありがとうございました。